ミッティさんの、華麗なショットを見ながらニュージーランドゴルフ事情を知りながらやっていきたいと思います。じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。まあ芝生の距離もあって、でもグリーンの手前がすごい谷になってて、なかなかパーオンが難しいです。パー4でしょ。パー4です。はい、でも今日はアゲンストなのでやつや。ナイスショー。コヒッティは10回やったら何回ぐらいパー取れましょう。まだね、多分1回2回ぐらいしかパー取った。そんなレベル、うん、やばいやんそれ。グリーンに乗ってもすごい速くて、ちょっと今日遅いけど。なるほどね、うん、今日遅い方なんだこれ。今日遅いです。なるほどね。うん、先ヒットお願い。かかってないけど、多分届かないと思うんで、右の。なるほどね。うまいよ。これは巻いて。上がれ。これパー取れるんじゃない？あれがね、落ちてくるんですか。まあまあ落ち、まあまあ、まあまあ落ちてくる。まあまあ落ちてきてる。あんな感じなんですよ。まあまあまあ。なるほどね。めっちゃまあまあ。そうなんですよ。はい、ピンは手前です。ね、まあ上から下に食らってるので、ちょっと右目狙います。あ、大きいね。だいぶ大きいです。まあまあまあ、あれ止まんない。やばい。このグリーンがコンって言うんですよね。そう、日本と違って、ね、砂が、はいですね。うん、多分コースメンテナンスの人もホリデー入ってくるんだよ。芝刈るのをちょっとメンテナンスのコストを削減しようとして砂を撒いて、なんかごまかしてるみたいな。ニュージーランド全然そんな感じじゃないこの国は。もうちょっといいコースなんですけどね。いや、このくらい硬いのもいいじゃないですか。なんかこれはこれで、はい、それはそれはいいっすよね。うん、これね、ピンから見るとこんな感じ。まあね、気持ち的にはそれはね、そう。で、これ多分ね、20ヤードぐらい下ってて、多分直線距離だとあそこのピンだったら175ぐらいあるんですけど。155ぐらいですか。そうね。近く見えるね。うん。僕は今日は4本とも残してます。なるほど。75か180ぐらいあるかな。で、まあ60とか。パウロの T シャツどうかな。あ、そうか、あとですよね。後ろはちょっとわかんない。いいねー。あ、いい感じですよ。出ますよ、これは。だいぶ、あ、いい。わー。ナイス。ステイステイステイ。止まるでしょう。あ、こぼれちゃう。ね、まあまあいくね。止まった。余生はここでって書いてある。真ん中狙いなんですね。ちょっとまた左曲げちゃったよ。大丈夫かな。やばい。あー、大きい。めっちゃ跳ねた。めっちゃ跳ねて、すごい、すごいいっちゃいました。めっちゃ跳ねたね。ナイスオン。ナイスです。あー、滑れちゃった。
豚みたいだった。今日はもう無理だよ、もう。そうだね。何パッと。これ外しようじゃん、今日無理だから。いい風景ですね。うん。この辺かな。ダバード前くらい。いいとこ。いいとこ内緒。ありがとうございます。今もこんな暖かいんですか。ね、例年に比べたらちょっと涼しいらしくて、はい、オーストラリア の,、はい、火災、南東部の方で火災があって、はい、その煙がニュージーランドの方に来てるらしくて、はい、ちょっとこう紫外線を弱めていると。そう、煙が空を覆っちゃってて。じゃあ28度くらいまで行く時もあるんですか。あります、ね、あるんだ。まあ、20、30行くことはないですね。だって一番寒くても10度とかですよね、はい。そうですね。だから東京の寒さと同じくらいですね。東京もっと寒いです。もっと寒い。全然もっと寒いです。そか、私来たのが、こっちに来たの7月だったんで、はい、すごい冬の雨が多い寒いシーズンに来て、なんかニュージーランドのみんなになんか哀れまれたんですけど、まあようやく暖かくなって。わざわざ寒いとこに行ってみたいな。そうそうそう、なんで今来たのみたいな。それはそれですからね。そうですね、はい、しょうがないタイミングがあったので、うん。ない性格無比マスキルとかにある。ちょっと右にある。右ある。ようやく落ちてくる。あ、でもこれパー5ですよ。パー5、うん、まだ300以上。大丈夫大丈夫。結果的にいいけど。ドキドキさせんなよあんまり。やろう。なんかその世界にあるマッケンジーさんの設計したコースが定期的にトーナメントやってるらしくて、で来年、あ、もう今年か、多分今年がそのうちのこのコースのホストらしいんですね。すごいやん。そうだから、いろいろバンカーとかもっと難しくというか、うん、これじゃあるんだ。そうそうそう、これじゃやっちゃうね。回収してるらしくて、はい、でちょっとここだけアグリなんですけど申し訳ないです。なるほどね。しょうがないし。あれマイボールある。狭いよね、ここ。まあ狭いですね。あとうねうねしてる。そうそうそう。最近やっぱ夏の乾燥してるんで、うん、少し芝が硬くなってるんで、うん。なるほどね。まあ距離出すには最適だね。そうですね。うん、よくプロのさ、試合であるさ、女子プロのさ、トン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 と転がってくるじゃん。ああいうのができそうな。あ、センキュー。芝が早く。芝を張り替えて。なるほど、ケンジさんの言い方の言葉ですよね。新しい芝を張り替えてるから、おとなしくしろって言われたんだよ。あ、そうそうそう。優しい。そんな乱暴な言い方じゃなかった。日本に帰る。戦争が起こっちゃうからやめましょう、そういうの。ちょうどいい羊肉が入ったんだから食べていけ。はい、あの乳はじゃあラムにかかったのね。乗ってるよ、誰か。誰か乗ってますね。セイヤじゃね。え、スヤさん、田中さん、ナイスイーグル。あえて低くって、やかましいわ。前から転がしていったタイプですね。インテンションちょろっと。ああいうのやっぱね、ああいうの拾えるかどうかですよ。そうそうそう。あれ入ったら、そうです。許す。結構遠いですよ。今日のすごいだろこんな。でもあれ入れられるやつが、上に行くんだ。勝てる、そうそう。まあでも、もうちょっと寄せたかった。あわよくば。ダバードさん、野生のワラビいました？いた。いた？いた。これに跳ねたんじゃない？さっき。これ？なんかカードバスないじゃん、この辺だって。そうだよね。野生のワラビの真似してください。のわらび
ダバさんも気づいたことあって、いやこの旗のゴルフウェアハウスって書いてあるんですか。おメインスポンサーだからね。